パシフィックサイクルズジャパンでは、皆様へ折りたたみ自転車の面白さや魅力、そして購入を検討されている皆様へのアドバイス、折りたたみ自転車の活用術など、今後動画を通じご紹介させていただきます。皆さんこんにちは。パシフィックサイクルズジャパン大川です。バーディーやキャリーミーを買ったけど畳まずに使用されていて、いざ折りたたみをしようと思った時に動きが重くて畳めなかったり、新車時はしっかりしていたんですけれどもガタつきを感じる方っていらっしゃいませんか？ガタつきは部品が擦れることによって馴染みが出ることでガタつくので、決して悪いわけではないんです。ただ定期的なメンテナンスをしっかり行うことで自転車を快適に長く使えることが可能になります。今回の動画ではバーディーとキャリーミーの折りたたみ部分に注目したメンテナンス方法をご紹介させていただきます。キャリーミーは直立した折りたたみ状態にしたものですが、各フレームがリンクとなり連結することでフレームの形をしているわけですが、その各部のリンクが稼働することで折りたたみ状態になります。各稼働部にはブッシュと軸があってスムースな折りたたみができるようになっているのですが、何回も折りたたみを繰り返すことで軸部分の油分が切れ、動きが渋くなりギシギシと異音がすることがありますので、可動部に注油することが重要となります。注油の油に関してはいろいろな成分やいろいろな使用用途に合わせた油が販売されているのですが、どんな油でも注油していいわけではないんです。先ほどお見せした軸に使っている軸ブッシュに関しては、油の成分によってはこのブッシュに使っているプラスチックをもろくさせてしまったりとか、あとはその塗装面を弱くする成分が入った油もありますので、今回の動画ではシリコンスプレーを使っての、ご紹介とさせていただきます。油のご購入については、専門の自転車店でご相談ください。でははじめにキャリーミーの注油部分についてご説明します。キャリーミーの注油についてはリンク可動部に注油します。注油した後に何度か稼働して油をなじませ、最後に余計な油を拭き取ってください。拭き取らないとそこに走行中の汚れやホコリが付着し動きが渋くなる原因になります。注油が終わったら注油ポイントを確認しましょう。次に注油したいのはスライド部分です。キャリーミーの最大の特徴でもあるフロントフォークを縦型に折りたたむ際に、このヘッドチューブクランプがヘッドチューブをスライドして折りたたみますが、ヘッドチューブに油膜があるとヘッドチューブクランプとヘッドチューブがスムースに折りたたむことが可能になります。このヘッドチューブクランプの中にもクランプブッシュというスライダーが入っているので、プラスチックやゴムに害のないシリコン系の油を注油し、キャリーミーを折りたたむ際にシートポストもスライドさせますので、ここにも油膜をつけるたびに注油し拭き取ります。ステムのステアチューブもハンドルを折りたたむ際にスライドをさせるので、注油しておくとスムースに折りたたみができます。
見落としがちな注意ポイントとして、シートポストとステムを固定しているクイックリリースレバーを採用しておりますが、このカム部分にも注油するとレバーの操作が軽くできるようになります。あとヘッドチューブフィックスクランプの固定ネジ部分にも注油しておくとネジがスムースに締まり、フレームがしっかり固定できます。続いてバーディのメンテナンスポイントのご紹介をします。バーディを持ち上げたときにリアサスペンションにガタつきを感じる方いらっしゃいませんか？本来はディーラーで調整をしていただく内容なのですが、この動画ではポイントとコツをご紹介させていただきます。バーディのリアサスペンションのダンパーには軽量でメンテナンスフリーのエラスタマーを採用していますが、日頃から強いショックを吸収することでエラスタマーが潰れ短くなり、フィッシュボーンという折りたたみロックレバーとの位置が合わなくなり、ガタつきが発生します。ガタつきがきっかけでロックが解除することはないのですが、車体にガタつきがあるとあまり気持ちよくありませんよね。では実際に調整してみましょう。スイングアームの内側に 4mm の六角穴付きボルトが2本あるので、そのボルトを緩めます。ボルトを外す必要はありません。サドルの上から押し、リアサスペンションに荷重をかけます。リアサスペンションに荷重をかけながら、プラスチックハンマーやラバーハンマーでフィッシュボーンを前方から後ろ方向に向かってそっと叩き、フィッシュボーンの位置の調整を行います。フィッシュボーンの位置が出たら 4mm の六角穴付きボルトを締め、フィッシュボーンを固定します。最後にガタつきが取れたか、フィッシュボーンのロックの開閉ができるかの確認を行ってください。このようにガタつきを取ることができました。ちなみにバーディはリアサスペンションを使って折りたたみをするのですが、このリアサスペンションの動きが渋くなるとスムースに折りたたみができなくなります。本来はディーラーで行う作業なのですが、ここでまたポイントをご紹介させていただきます。バーディのリアサスペンションのピボット部分にはニードルベアリングと軸が入っているので、もともと動きはスムースなんですが、雨や湿気などによってこの軸とベアリングが錆びついて動きが悪くなる場合があります。この場合、基本的にはディーラーショップに行ってリアサスペンションをばらしてオーバーフォードをする必要があるのですが、バーディモノコックにはピボット部分にグリスニップルがついているので、定期的にグリスを封入することで良いコンディションが保てます。基本的には専門知識を必要とするメンテナンスになりますので、購入いただいたディーラーやパシフィックサイクルのディーラーにご依頼ください。今回の動画ではバーディとキャリーミーの折りたたみ部分の簡単メンテナンスをご紹介させていただきました。ちゃんとメンテナンスされた自転車は気持ちよく走れますので、皆さんも定期的にメンテナンスをしてみてください。定期メンテナンスは月一度はやるように心がけましょう。ただメカニックに不慣れな方もいらっしゃると思いますので、パシフィックオフィシャルディーラーにメンテナンスをご依頼ください。必ず完璧に仕上げていただけると思います。しっかりメンテナンスされた自転車で気持ちいいサイクルライフを楽しみましょう。